久しぶりです。お久しぶりです。急に夏になりましたね。ね、この後ろの壁が変わったとね、すごいおしゃれになった、うん、スイスイ車。そうです、はい、まあ、ハリボテなんですもんね。はい、で、なんで突然また鍵加工が復活したのかと、うん、いうことなんですけど、なんかおべともさんが言いたいことがあるということですね。はい、LINE スタンプでおべとも学園のスタンプが出ます。はい、実際俺見たことないんですよ。あ、そうなんですか。うん、おべとも学園って、うん、朝7時から今もやってる E テレのシャキーンっていう番組の中で週に1回、うん、2分ぐらいのアニメーションなんですけど、うんうんうん、小学校を舞台にした、うん、それを5年間2008年から5年間やってたんですけど、うんうん、すごいな。それがまあちょっと代表作で、うん、おべともっていう名前なので、うん、おべとも学園っていうタイトルでやってたんですけど、そのまんまや、そのまんま。何のことかわからへんよね、おべとも学園って言ってる、ね、だろう、まあ、主人公の女の子がおべともちゃんだよね。あ、そうそうそう、うん、おべともちゃんが主人公で、うん、小学校あるあるみたいな話かなって、はい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 、2分ぐらいの短いストーリーなんですけど、うん、その中にこう心の発見と か、うん、なんか目覚めとか、うんうんうん、そういうのをテーマに毎回やってたアニメーション。忙しかったですか。忙しかったですね。週に1本作って、うん、年間40本で、うんうん、もうほんとそれに追われてるって感じですね。絵コンって書いて、うん、アニメーション作って、うん、NHK の人たちと試写をやって、うん、見直しが入って、うん、その間にまたその次のストーリーの打ち合わせをして、うん、みたいな、そのずっと次みたいな。初めてその自分の作品がテレビに映った時ってどんな感じでした。あ、やっぱり見たでしょ、テレビ。見た。いやー、嬉しかったですね、多分ね。なんかあんまり覚えてないけど、もうパーッとしちゃって。うん。おべともさんも積極的にストーリーをひねり出してたんですか。そうですね。1年目は、最初の5話ぐらいまではすごい自分で一人でひねり出してたけど、うん、当然全然出てこなくなって、そのプロデューサーの方が結構親身になって、ストーリーも考えてくださって、うん、やっぱ今でもね、うん、この前もほら、スイスイ社に職業体験で中学生に来てくれたじゃないですか、うんうん、あの子もおべとも学園が好きでスイスイ社を見つけて来てくれたんですよね。そうですね、うん、そうですね、うん、やっぱりああいう年代の子供たちの記憶、うん、心の中には結構 ね、うん、ねしっかりと残ってるっていうことなんやろな、うん、影響力でかかったんやろなとか思って、ね、嬉しいですね。だから結構そのおべとも学園の LINE スタンプは求められてたものなんじゃないかなって俺は、うんうん、思うんですよ。だからすごいリリースできてよかった。あ、よかったです、本当に。ちょっと早く出せればなっていうのがありましたね、ちょっと時間経っちゃったなみたいな。うん、まあそうですね、うん、いろいろまあしがらみ、まあ、しょうがない、難しいから大人の世界は、うん、動くんですか。動くやつ、そう、動くやつと静止画の2パターン、うん、おお、これまた贅沢な。あ、そうなんや。じゃあもう好きな人はもうぜひね2つとも買っていただきたいですね。そうですね、うん、その静止画の方はまあ40個で、うん、値段も多分安くて、うん、で動く方はちょっと高いけど24種類で、うんうん、メッサン動く。あの時のおべともちゃんたちが再びみたいな、うん、スマホの LINE の画面でいろいろぜひ使っていただきたいなということで、すいません、宣伝だけのあれで。はい、はい、じゃあぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。